はい、それでは始めたいと思います。はい、メッセージがシェアされまして、はい、皆さんおはようございます。ジョニエン TV 生放送深夜帯になりましたけども、今日は、東京は小岩下町の方からですね、お送りしております。今日はですね、小岩ジョニーエンジェルですね、東京の方ですけども、昼の部、夜の部と二部交代制でですね、営業したわけなんですけども、まず昼間はですね、こちらは、77バンドっていうね、RK77 バンドっていうですね、まあ地元小岩山中のですね、同窓会的な、ノリというか、まあ皆さん集まって、まあね、音楽がすごく流行ってた時代で、まあ70年代80年代の僕よりちょっと先輩なんですかね、かなりその当時の音楽をねやって、バンドのメンバーでね、あの同級生なんかもね、あのいろんな出し物というか、さまざまなこうアクション、アトラクションというかですね、見せていただきましてね、結構楽しい回だったなと思います。まあその RK さんは結構毎年やってくれてるんですけども、 また来年もやるぞという面白い、地元のね、結構皆さん、ね、うまいんですけどね、あの、まあ、中にはメンバーでさ、定期的にレギュラーでバンドでやっていただいているレギュラーあのバンドもあったりで、そういうつながりでね、地元もそういう音楽を盛り上がっておりますというわけですね。夜はビートルズナイトで、まあ、人気バンドです、ビートラッシュの皆さんに、まあ、どちらももう満員御礼ということですね。小岩ジョニーエンジェルは盛り上がったというわけでですね、今日一日お届けしましたけども、まあ朝から晩までね、地下に僕はいたわけですけど、今日なんとですね、お世話になっている株式会社レオンの、関社長からですね、お祝いを、多分ね、お祝いだと20周年のお祝いで、シャンポンをセットでいただきました。ありがとうございます。関さんもね、申し訳ない、なんか恐縮しちゃいますけどね、漏れ、とんでもないワイン、あのワインで、ね、シャンパンですからね、あのいただきますということで、まあ、関さんと一緒に飲みたいなということで取っとこうかなと思っておりますが、まあ本当感謝ですね。まあ、関さんとは僕、秘密のプロジェクトをね、進めておりまして、これが結構面白い展開になるんじゃないかなって、今、密かに動いておりますが、これまだ公表できないんですけども、かなり、世の中が動くんじゃないかなっていう、ね、出版業界というか、まあ、そこまで言っちゃうと分かっちゃうかもわからないんで、あんまり言わないんで、したいと思いますけども、結構ですね、面白いことを考えておりますので、まあ近々発表できるかなっていうとは思いますけども、うん、はい、その辺もちょっと期待しておいていただきたいと思います。はい、京都の方は今日は、今日はボビーさんたちが回してくれた、ディスコのイベントになってまして、まあ、東京からもですね、ディスコ部、ツイッターディスコ部のメンバーが駆けつけている、盛り上がったということで大成功でしたという、報告を受けております。まあ本当はね、僕もね、ディスコ部のメンバーと一緒にバス出していきたかったんですけど、ちょっとこれ仕切り直して来年ね、またそういうイベントを組んできて、ボビーさんにもご協力いただいて、オサさんとかもご協力いただいてですね、大々的にちょっとやりたいなと思います。来年はですね、ライブの松岡さん、
お世話になっているライブの松岡さんのねご紹介でですね、結構大きなイベントを成功させている女の子、 DJ の女の子がいて、その子が京都手伝ってくれる、ね、大学生になるということで、京都も手伝ってくれるらしいので、この間も僕一回だけ、アルバイトをお願いした、まあ、松岡さんが出た時なんですけど、かなり、忙しかった、京都が忙しかった日で手伝ってくれたんですけども、かなりねしっかりした子だったので、もう安心してね、イベントの企画なんかもその時にも話させていただいたんですけども、かなり面白いことになるんじゃないかなと思っております。はい、来年4月からですね、ちょっとまた来年の話ですけども、来年は そっちの方向でもね京都盛り上げて、かなりね照明関係とかもですね、かなり充実、京都の方もさらに充実してますのでね、スモーク出てきたりね、ぐるぐる回ったりしますからね、もうディスコも力入れていきたいと思います。はい、というわけで、明日小岩ジョニーエンジェルの方は、ミュージックフロンティアということですね、オリジナルのバンドとか、カバーバンドも混ぜこぜにして何バンドかね、5バンドぐらい出るのかな、5バンドか6バンド出ると思います。で別枠でゲストでね、チリっていうね、うちではボーイイベントとかの、と一緒にやってるコンプレックスとかカバー、明日は何やるのかわかんない、いろんなのカバーしてますけども、チリっていう人気バンドが出ますんで、それも結構明日も盛り上がるんじゃないかなと思っております。明日も、今日もね昼も夜も満員御礼で、大変大盛況だったわけですけども、明日も引き続き大盛況になる手応えというか、事前情報というかそういうのはあるので、まあ、楽しみに明日も僕も楽しませていただきたいと思います。はい、京都の方は明日はですね、ホリーさん率いるホリー&スタックスのメンバーはですね、これも人気バンドなんで盛り上げてくれてると思います。はい、そんなわけで今日は東京小岩からお届けしました。専務、じゃあちらっと見ますか。専務、はい、専務はですね、リッキーさんリッキーさんとね、そうでしたね、先ほどリッキーさんの企画は来年向けてやろうということですね、はいはい、ビートルズ業界を盛り上げる、まあかなりジョニー・エンジェルもね、ですね、ビートルズ力入れてるところなんで、ジョニー・エンジェルじゃなきゃできないことを、そうですね、リッキーさんとちょっとね、来年秘密な企画でね、ぜひやりたいですね、これはまだ公表してない、はい、まだできません、はい、しないで、ちょっとね、リッキーさんも僕もいろいろ考えておりますので、はい、番組持ったりもしようかなと思っておりますし、はい、ここじゃなくてもね、いろいろやりたいと思っております。はい、はい、よろしくお願いします。はい、パンパンがエンジェルス、パンパンエンジェルスはね、私のバンドは12月8日はいですね、ね、はい、もうジョン・レノン誕生日っていうことで、ね、そういうことですね、はい、これもジョン・レノンに絡めて、本当ですね、でも、いいことがあるといいですよね、不思議な、ね、偶然がいっぱい重なってありますね、いるわけですけども、また、ね、これをもう明日の繋げていきたいと思います。ぜひ、はい、熱いぜというところでございます。はい、はい、そんなわけで今日は東京小岩ジョニー・エンジェルからお届けしました。はい、ジョニー・エンジェル TV 生放送、お相手は、あちゃこと北寿司、そしてちょっと、はい、ゲストに、専務、山崎でございます。よろしくお願いします。はい、山崎専務に出ていただきました。はい、また明日お会いしたいと思います。はい、どうも皆さん、おやすみなさい。ありがとうございました。さよなら。配信停止。はい。